日本共産党の佐々木健翔でございます。今日は参考人の皆さんから大変貴重なご意見をいただきまして、心から感謝しております。で、私は議論全体の進め方としてですね、情報はすべて公開し、国民の声を反映させながらですね、まとめていくと、これが基本だと思っております。八田参考人に具体的なことで確認をしておきたいのですが、配布した資料ですね、お手元にあると思いますけれども、これは1ページ目を見ていただきたいんですが、第5回国家戦略特区ワーキンググループの配布資料のリストなんです。これは官邸のホームページに載っていたわけですが、それを見ますとですね、非公開にするというのがですね、資料の1、参考資料の3、この2つが非公開となっているわけです。で、これを非公開とした理由は、何だったのでしょうか。八田参考人、ありがとうございました。私どもはもうとにかく極力会議は公開すべしと思っております。そして特に、役所がですね、とにかく普通に来や理屈にもならないような理屈を、言うときには、それが公開されることによってどっちに分があるかということははっきりすると思いますので、もうその公開ということはもう、根本だと思っております。で、ただしですね、座長が判断するときには、非公開にすることができるという条項がございます。で、この議論のときにはですね、具体的にどういう状況だったかというと、これ、お察しのように非常に短い時間でやっておりますから、打ち合わせの時間なんかもそんなに取れないわけで、このワーキングの本番のときに、このコンセプトの紙の、叩き台を大臣がお出しになりました。で、その大臣はこれはもう忌憚なく議論してほしいと、で、どんな批判でもいいというふうにおっしゃったんですね。で、それならばそこで後で公開されることになって、みんながちょっと遠慮するというようなことはあってはまずいだろうと。だから私はこれはじゃあ非公開にしましょうと、そして存分に意見を言ってくださいと、そういうふうにいたしました。それが理由でございます。それからここでお配りいただいたものに書いてあるその資料1というのは、言ってみれば後で出てきた、正式に出てきたものの、なんていうか本当に叩き台であります。で、その一部のところに対しては、大変熱のこもった議論があったと。それから私の提出資料というのはそのコンセプトペーパーを事前に見ておりましたから、それに対する、ある意味で反論の、 その資料としてですね、用意したものでございます。で、したがってこれも、その議論の中身があまり、その時点で出るというのはまずいと思いましたので、非公開といたしました。しかし今は、もう全部が終わってますから、公開にしてあります。委員長、佐々木君。私はこの程度のと言って失礼ですけれども、こういう資料はですね、何か極秘資料でも何でもないので、叩き台であろうが草案であろうがですね、表に出して、で、議論をしてこういうふうに、なりましたと、これをしても何も おかしくないと思っております。というのは言いますのはですね、例えば成長戦略草案というのがありました。これ公開してますね、草案ですけれども、それが構造、いやいや最高戦略という形で成案になっていますね。そういうふうに、素案をの段階から公表する、あるいは一体改革の場合も一体改革素案が出て、それでまた直して成案にして、こういう経過、これ国民が見て、あ、そうかと、これはそういう経緯、こういうふうに直ったんだなと納得できるわけですね。ですからあまりですね、非公開に
素案だからとか叩き台だから、公開しないというのはちょっとやりすぎではないかというふうに、まあ、思います。でこれは私、この非公開になっているので資料出してくださいって何度も要求したんですけども、なかなかその出てこないんですね。おとといの午後に なりましてようやくこの資料が出てくると、まあ、こういう経緯で、ありました。この、まあ、昨日新藤大臣にお尋ねする機会がありましたのでお聞きしましたら、これは、まあ、八田座長が決めたものですとまあこういうふうに言われたんで、今日お聞きしたんですが、まあ、できるだけ公開していただきたいと思います。それからもう一つはですね、資料、参考資料3ですね。これは八田座長自身がですね、提出した資料でありまして、この、まあ、立証責任についてという、まあ、表題が付けられていて、これは議事録が公開され、議事録がこのそのものが資料になっているわけですけれども、これを非公開にした理由がよくわからない。なぜならば、その議事録はすでにですね、公開されているものなんです。で、公開されている一部を、配ったのは非公開であるというのは、理屈がわからないんですが、なぜそういうようなことをしたんでしょうか。八田参考人。ですね、議事録は一部未公開というふうに書いてございます。それでしたがって議事録すべてが公開されているわけではなくて、この資料を使った部分の議論というのは未公開でございます。そしてこれについてはもちろんその関係、これ未公開ということを前提に議論したものでございますから、その関係の方々の承諾はいると思いますが、もちろん、すべての方が承諾されれば、公開してもよろしい内容です。要するに、先ほどの役所と、云々というようなのと事情が違います。それから、委員がご指摘になった、いろんな叩き台を、こういう役所の文書で作っていく段階で、ある種 その節目節目に公開していくというのは当然あっていいじゃないかと、もうご指摘の通りです。で普通の場合はですね、委員の間でこういうアンテナを作っていくものなんですよね。そうして中途段階ができるものなんです。でその場合に公開するのは何の問題もないと思いますが、この場合にはもう本当に大臣ご熱心で、大臣が自らお作りになったわけですよ。でそれについて本当に大臣が寛容にもですね、もうこういうものを作ったから君たちその自由闊達に議論してくれないかとおっしゃったわけです。でそこは私の判断で、それなら確かにそうですね、それじゃ遠慮なく言わせていただきますねというんで、その代わりに未公開、非公開にしましょうという判断を私がしたということで、ちょっと事情が普通の場合とはかなり違うということです。それで皆さんもそのことを了解した上で、のびのびとした議論をされて、最後に、まあ、結構いいものが出来上がったと、まあ、そういうことでございます。佐々木君。はい、まあ、この資料、参考資料3というのはですね、まあ、八代参考人の発言の部分なんですけれども、八代参考人はですね、これ公表していただきたくないと、まあ、こういう意向を伝えて、こういう非公開になったということで、理解してよろしいんでしょうか。どうぞ。いや、じゃあ八代参考人。私は特にそういうことは事務局には言っておりません。はい、委員長。佐々木君。これ別にその なんかすでに公開されている議事録であり、ご本人からはこれ非公開にしてくれということも特になく、八田座長の自身が配布した資料なのにですね、これ公開しないというのはどうも理屈がよくわからないですね。これは、まあ、例えばですね、この配布資料の4ページ見ていただきますと、だからとにかく制度を改革するときはまず特区でやってみて、全国でやるというのは規制改革ではなくてもやるべきであって、どちらがより多くの国民をモルモットにしているのか、そういうような議論の仕方ができるのではないかと思うと、まあ、発言をしていますが、
私はこの発言というのは、ちょっとこの上から目線で国民を物持った扱いにするものだという、ちょっと不快に思ったんですが、こういうものを出したくなかったということなんでしょうか。八田参考人。全くそういうことでございません。では一応、発言の当事者の、その個々の名前というようなことを付して、そこでの議論がどういうものだったかということをお話しいたしたいと思います。そしてここの参考資料がなぜ必要だったかと。でしかもこれは非公開としたのは本質的にまだ成案になってないものだったんです。それでも本当に非公開の議論ならばこれ出しましょうということで、おそらく八代さん自身も最終的にこれチェックしてない、文章もチェックしてないものです。それでそれは議論のために私が提出したものです。それはなぜかと言いますと、こういうことです。かなり元々の事務局から提案された、その大臣がご覧になったその提案の中にはですね、提案した人自身がその規制のリスクについて評価し、そうしてそのこれがリスクがありませんということを証明しなければならないといったような文章が入ってたんです。で私はそこを批判したんです。で他の委員も批判されましたけど、少なくとも私については、発言したことは言ってもいいですが、それはありえないと。要するに規制というのは元来ないのが原則であって、自由が原則であって、それを規制を設けるなら、その規制を設けている官庁がその根拠を示すべきであると。でそれをですね、これ規制で困っている人たちが提案して、これは規制改革しても一切弊害はございませんという証明するなんて、とんでもない話だと。だからそこの条項を外すべきだというのが私の主張です。そしてその主張をする際に、たまたまその前にですね、このヒアリングの時に八代さんがおっしゃった発言という、それからそこに私が、要するにこういうことですねというまとめた、議論というものが大変関係あると思いましたので、この議事録自体はもちろんその段階ではまだ完成品になってませんでしたけれども、非公開のところだからということで私は提出して、そしてこういう意見もございますよと、で私も賛成ですということを申し上げたと、その理由でございます。委員長。佐々木君。そう、当然意見はですね、賛成意見、反対意見、あるいは対立する意見、当然出て当たり前なんで、でその出てる記録、この意見に対して否定したからそれは公開しないっていうのは、これはおかしいと思うんです。賛否両論あって、それを国民が見て判断するわけでありましてね。ですからちょっとこれはね、あまりにも理屈が私よくわからない。からもう一つ、お配りした資料でですね、議事概要のですね、この4ページのところとですね、この7ページの、これ非公開というふうに、今元の非公開というふうになったので、その部分に関連する議論のところは非公開とこうなっていると思うんですが、もう元をもう出しちゃったわけですし、それからそれは基本的に終わっているということなんで、これは当然公開するというのは当たり前のことだと思いますが、いかがですか。八田参考人。これはですね、私も含めて非公開を原則で発言して、これは大臣に対して失礼なことも申し上げているわけですよね。でそれを今からその公開するというのは、私はその発言者の同意がなければやはり審議に反すると思います。それから委員がおっしゃるように、こういうものを原則公開であるべきだというのはもう全く賛成です。でただしこの場合には、先ほど申し上げましたように非常に特殊な状況があったと、そこでそれは私の判断でございました。委員長。いずれにしても公開を原則にするとおっしゃっているわけですから、今後そうしていただきたい。それからですね、最後1点だけ山口参考人にお聞きしますけれども、今回 の法案が作成されてくる経緯はですね、アベノミクス特区を提唱した竹中氏がですね、橋本大阪市長、猪瀬都知事、大村愛知県知事、総務大臣、こういう方々と協議をして、八田座長 このワーキンググループに集まる有識者が項目を選定をしていく、そういう過程で、安倍総理直結で法案ができているわけですね。
で国会に出す前の段階から国民の声が反映するような仕掛けがないわけです。こういうやり方についてどのように思われるか一言だけ最後お願いします。山口参考人。先ほど来議論伺ってまして、例えば医療農業弱いところだっておっしゃいましたけども、その弱いっていうのはこれ思い込みです。日本の医療は世界最高水準です。農業も、確かに価格が高いですけども、あれだけの人が地域に分散して農業に従事して、そしてコミュニティ維持してるっていう意味で言えば、大変な役割を果たしている。でそれに対して要するに金儲けという一つの原理を当てはめてどんどん変えていこう、既存の仕組みを変えていこうというある種非常に党派的と言いましょうかね、特定の価値観に立った主張でありまして、それ自体がその適切なものかどうか、やはり広く国民的な議論を仰いだ上でですね、案を練っていくというプロセスが必要だと思っております。終わります。